皆さんこんにちは。日本の女優や歌手である三田寛子さん。今回は三田寛子が不仲村芝翫と不倫相手が同棲する家に乗り込みの真相と、離婚しない原因や現行犯逮捕された事件について紹介します。まずは三田寛子の経歴とプロフィールから紹介します。三田寛子です。元踊り時はスターダストプロモーションに所属していましたが、現在はプントリネアに所属しています。また株式会社 BS 富士の放送番組審議会委員も務めています。彼女の芸名三田寛子は本名がイメージ的に硬いとして決めたもので、所属事務所の社長との会話がきっかけとなりました。その際、渋谷の青山学院大学の横を歩いていた際に、慶応があるのは三田だったなという話題が出たことから、三田旺盛に寛子を名前に選びました。1982年3月21日に CBS ソニーより歌手デビューし、その後は「笑っていいとも」の「寛子のお菓子大好き」のコーナーでの天然ボケキャラクターとして人気を博しました。また NHK 教育 U の司会なども務め、女優としても多くのドラマに出演しています。1991年には歌舞伎役者の八代目中村芝翫と結婚し、3人の男児を設けました。現在は梨園の妻郷として歌舞伎役者たちを支える生活を送りつつ、主婦タレントとしてメディアにも登場しています。2021年に歌舞伎役者である大八代中村芝翫さんが23歳年下の女性との不倫疑惑でメディアに大きく取り上げられました。このスキャンダルは週刊文春によって初めて報じられ、中村さんの好感度が急速に下落し、事実上の休業状態に追い込まれたとサイゾーウーマンが伝えています。不倫相手とされる A 子さんはハリウッド女優アンジェリーナ・ジョリーに似た美女とされています。この報道は中村芝翫さんが以前にも人気芸妓との不倫を週刊文春にスクープされたことがあるため、ネット上でさらなる炎上を引き起こしました。週刊文春によると、中村芝翫さんと A 子さんは数年前から親密な関係にあり、京都を訪れた際には密かに会っていたと報じられています。2人はホテルで3日間を過ごしたとされ、その様子は不倫の証拠として週刊文春によって撮影されました。しかし中村芝翫さんは取材に対して、 A 子さんとは10代の頃からの知人であること、恋愛関係にはないこと、そして京都での会合は偶然のものであることを強調し、不倫関係を否定しました。一方、中村芝翫さんの妻でありタレントの三田寛子さんは、夫の不倫疑惑について離婚は考えていないと述べ、夫婦間の問題ではなく家族の絆の強さを強調しました。彼女は不倫を許す許さないというよりも家族としての絆が何よりも大切だと語っています。三田寛子さんのこうした対応もあり、中村芝翫さんの2度目となる不倫スキャンダルは沈静化していきましたが、サイゾーウーマンによると、この報道後に芝翫さんの仕事にある異変が起きているといいます。さらに女性セブン市場には、芝翫は歌舞伎座で4月大歌舞伎の公演中という大事な時期であるにもかかわらず、夕食としてカップラーメンやテイクアウトのカレーを手に帰宅していたとあり、事実上の家庭内別居状態にあると書かれていた。だがその4月大歌舞伎は今回の緊急事態宣言を受けて一部が公演中止に、さらに旅番組のロケにもお呼びがかからないとあって、開店休業と言えるだろうとしています。三田寛子さんとの家庭内別居疑惑も浮上していますが、芸妓に続いてひいき筋の女性との浮気問題によって、ついに三田さんの堪忍袋の尾が切れたとも言われており、三田さん本人が離婚はしないと語っていることから、現時点で別れる可能性は低いと見られますが、夫婦関係の修復には時間がかかりそうです。仕事への影響や家庭崩壊危機によって、中村芝翫さんの女遊びが今後落ち着くことを願うばかりですが、芝翫さんは結婚当初から女好きで有名だったとの情報もあるため、今後また女性問題で世間を騒がせることになるかもしれないですね。今年4月、ニュースポスト7によって2年ぶり4度目の不倫を報じられ、6月6日には妻の三田寛子が中村を叱責する様子までも同じポスト7にスクープされた。三田さんももう見捨てればいいのに、これには世間も呆れ返っているようで、ひどすぎる、
芸の肥やしと思ってるのか知らないけど、どうせまたやるよ、三田さんももう見捨てればいいのに、とんでもないね、こういう人はまた絶対に繰り返すでしょ、と辛辣な声が続出している。今回のニュースポスト7の報道によると、三田さんは5月初旬に中村さんと愛人が同棲する邸宅を訪問、三田さんの怒ったような声が10分ほど外に響き渡っていたといいます。2016年の初回不倫の際には、ここからが彼の男として人としての見せ所、離婚はないですと取材陣に語り、懐の深さを見せた三田さんですが、さすがに我慢も限界に近づいているのではないでしょうか。その後2021年1月にはファンとの不倫を週刊文春が報じている。さらに2021年末にはアパレル関係の女性との不倫報道も。今年4月にはニュースポスト7によって、そのアパレル女性とのドライブデートでスピード違反をしたことも明かされ、4度目の不倫報道となった。実は5月26日までに更新された三田さんのインスタグラムには、不仲を匂わせるような投稿がありました。5月26日に三男の歌之助さんが競馬デビューしたことを報告したのですが、その投稿には3人の息子と三田さんの家族写真も添えられていました。しかしそこに中村さんの姿はなく、お父さんがいない方が平和でいいですね、などの声も上がっていました。さらに同投稿では、7代目中村芝翫の父がこよなく愛した競馬、競馬場に来ると岐阜のお仲間のおじさまからお声をかけていただくこともあり、など三田にとっての岐阜である7代目中村芝翫の存在を強調、夫である8代目の存在感は皆無だった。これにはもう三田さんも夫のことは割り切ってるんだろうな、といった声も寄せられていた。6月1日には6月大歌舞伎の初日開幕を知らせる投稿を行い、矢の部に痴漢、そして橋之助が出演させていただきますと宣伝した三田。梨園の妻としての振る舞いは続けているように見えるが、その心中やいかに、三田寛子さんと中村芝翫さんの別居理由について三田さんは次のように説明しています。5月頃ですね、細かく説明するような話ではないんですけど、お隣の家がリフォームの工事中で地響きがすごくて、主人が家にいたら気持ち悪くなっちゃったみたいで、工事は8月末までとのことで、そのまま別宅にいるようになったんです。息子2人がコロナにかかっちゃったこともありましたし、さらにニュースポスト7の取材で、芝翫さんの別宅を京都府民が報じられた A さんがいたことを三田さんに伝えると、お互いいい大人で、主人は主人、私は私という認識で、それ以上は本人に聞いた方がいいという。そして工事が終われば自宅に戻ると言っているが、主人が今の生活や良ければそうなるとも話しています。中村芝翫さんはこれまでに幾度となく不倫を報じられて、その度に世間を騒がせていますね。2016年には人気芸妓との不倫、そして2021年1月にはひいき筋の女性ファンとの不倫が報じられています。また2021年12月にも京都市内のホテルで40代の一般女性 A さんと密会し、3度目の不倫を報じられていました。そして先日にも4度目が報じられています。でも三田さんとしては離婚の予定はないという。しかし不倫報道のたびに三田さんは気丈に振る舞ってきましたが、夫婦関係は冷めていたと別の歌舞伎関係者は話しています。三田さんは4度の不倫報道がありましたが、3度目からは何のコメントも出しておらず、夫よりも3人の子供たちを立派な歌舞伎役者に育て上げたい思いが強いようです。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。